演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちらファミリーマートの焙煎大盛り生地のクレープ宇治抹茶塩だれです。宇治抹茶塩だれだけあってか栗とかもあって和風のクレープですね。大麦ってことは体にも少しはいいのかな。楽しみです。では包みを開いていただきます。大麦仕様の生地はちょっともっちりしていて弾力があり、普通のクレープのサクサクした感じとはまた違った美味しさがありましたね。そして中に入っている抹茶クリームは抹茶が本当に濃厚で、すごく濃厚な抹茶の旨苦さを口の中に広げていてとっても美味しかったです。栗の甘露のほのかな食感も良かったですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。